リサンドロ・ロペスはアルゼンチン・ブエノス・アイレス出身のサッカー選手。ポジションは FW。アルゼンチン・プリメーラ・ディビシオンのラシンクラブからデビューし、2004アペルトゥーラでリーグ得点王に輝いた。ラシンクラブでは70試合に出場して26得点を挙げた。2006年夏、ポルトガルの FC ポルトに移籍した。ポルトは、 ラシンクラブに移籍金235万ユーロを支払い、権利の50%は、グローバルサッカーエージェンシー社が保有し続けた。1年目からレギュラーをつかみ、2006から07シーズンはリーグ戦26試合に出場して7得点したほか、UEFA チャンピオンズリーグのレンジャーズ、FC 戦など重要な試合で得点した。チームのキープレイヤーとなったことで2007年夏には、 背番号9を与えられ、2007から08シーズンも UEFA チャンピオンズリーグのハンブルガー SV 戦で2得点するなど活躍し、リーグ戦では3連覇を果たすとともに27試合に出場して24得点を挙げて、スーペルリーガ得点王とリーグ最優秀選手を受賞した。2008年冬にはロシアプレミアリーグのゼニトサンクトペテルブルクからのオファーを拒否し、 FC ポルトは残りの50%の保有権をグローバルサッカーエージェンシー社から442万9000ユーロで買い取った。得点感覚は衰えず2008から09シーズンの UEFA チャンピオンズリーグでは6得点を挙げ FC バルセロナの FW リオネルメシ、リバプール FC の MF スティーブン・ジェラード、バイエル・ミュンヘンの FW ミロスラフ・クローゼに次ぐ 得点ランキング4位に位置した。リーグ戦での得点数は激減したが、UEFA チャンピオンズリーグではベスト8入りに貢献した。3シーズン在籍した FC ポルトでは、リーグ戦106試合に出場して49得点を上げた。2009年7月7日、スペインのレアルマドリードに移籍したカリム・ベンゼマの後継者を探していたフランスのオリンピックリオンに移籍した。 遺跡金は2400万ユーロで、成績次第で400万ユーロが加算されるオプションがついた。8月8日、2009から10シーズン開幕戦のルマン UC 戦でデビューし、90分に直接フリーキックを決めて遺跡後初得点を挙げ、試合を2から2の引き分けに持ち込んだ。UEFA チャンピオンズリーググループリーグ、出場プレイオフの RSC。 アンデルレフィト戦ファーストレグでは PK で得点し、アウェーでのセカンドレグでは前半だけでハットトリックを達成した。11月4日、UEFA チャンピオンズリーグのリバプール戦で同点弾を上げ、決勝トーナメント進出を決定づけた。その1週間後の2009年11月11日にホームで行われたマルセイへとの一戦で2得点を上げた。 シーズン開幕から21試合に出場して11得点を上げ、中盤戦までは1試合平均得点率0.5以上をキープした。2010年3月30日、ホームで行われた UEFA チャンピオンズリーグ準々決勝ファースト、レグの FC ジロンダンボルドー戦で2得点を上げて、勝利に貢献し、ベスト4進出の立役者となった。同大会では、 プレーオフを含めて12試合に出場して7得点であったが、リーグ戦では3位体の14得点を挙げ、リール・ OSC のエデン・ガザールやボルドーのマルアン・シャマフを抑えて、リーグ最優秀選手に選ばれた。2013年8月、アルガ・ラファイ遺跡。2015年2月20日には、SC ・インテルナショナルに加入した。2016年に、 ユース時代を過ごしたフルスのラシンクラブへ11年ぶりに復帰した。2005年、ホセペケルマン監督によってアルゼンチン代表に初招集され、3月10日のメキシコとの親善試合でデビューした。ポルトで好調なプレーを見せたため、その3年後にアルフィオ・バシーレ監督によってエジプト・メキシコ・アメリカ・ベラルーシとの親善試合で再び招集された。 2009年8月12日、モスクワのロコモティフスタジアムで行われたロシアとの親善試合で代表初得点を挙げた。8月21日には 2010FIFA ワールドカップ南米予選のブラジル戦とパラグアイ戦のためにディエゴ・マラドーナ監督に招集された。ありがとうございます。